利用客が増える年末年始を前に、沖縄都市モノレールは乗客の安全を確保するため、駅ホームでの安全対策や乗務員の健康管理などが問題なく実施されているか調べるため、毎年この時期に総点検を行っています。こうした対応に不備がないか確認するため、今日沖縄総合事務局による立ち入り点検が実施され、総合事務局の職員がホームに設置された安全設備の稼働状況や車両に設置された防犯カメラの位置などをチェックしました。コロナ前よりも各イベントお客様がだいぶ増えていらっしゃいますので、まあ、年末年始にかけてもですね、やっぱりお客様増えると考えておりますので、まあ、それに向けてですね、やっぱこの安全の体制を万全に取り組んでいきたいと思っております。モノレールの年末年始安全総点検は来月10日まで続けられます。年末年始を前に沖縄総合事務局ではモノレールのほかバスや船舶に対しても立ち入り点検を実施しています。